は現実ではありえない体験をするだろう。しかし油断しないことだ。状況の把握に時間がかかるが、他の連中よりはマシだろう。それじゃああの二人は？彼らは任務と関係ない。前に言った通り捨て駒だ。邪魔になったらどうすべきかは分かっているな。レスリーを探して連れ戻す。それが最優先事項。オペレーターは顔、手、神経のプロファイル作成を行ってください。はあ、一人でやるしかないわね。フェイシャルプロファイル作成完了。抹消済みアカウント、ジュリー・キッドマンと一致。プロファイルを回復中。
ットマン、ジュリ。驚くような経歴ね。私も驚いたわ。あんたが字を読めるなんてね。そんなにピリピリしないで。ここどこなのよ。私に何のよ。あなたは逮捕され、拘留されている。そこまでは分かってるでしょ。質問に答えて。ここは取調室じゃないし、パクられた後でソファーに座らせるなんてありえないでしょ。住所不定、14歳から1人、家出かしら。今まで無事でいられたのは驚きね。でもそれほどの生存能力があれば別の選択もあったはずだけど。生き延びるためにやっただけよ。捕まって悔やんでるとでも思った？食い物も出るし、檻の中も悪くないわ。今日からそれを変えられるとしたら。あなたは頭がいい。失うものも悲しむ人もいない。そういう人材になら特別なチャンスを与えられる。何の話？それって逃がしてくれるとか？そうね、それに近い話になるわ。続きを聞かせて。入力プロファイル作成完了。抹消済みアカウント、ジュリキッドマンと一致。抹消理由、組織への反抗。プロファイルを回復し、本部に送信します。反抗？どういうこと？でも何にせよ、これでドアは開く。ステムにつながれた患者の様子がおかしい。症状が悪化している。ステム経験者たちが体験した個人的なトラウマをお互い共有しているようだ。あたかも皆の心の奥底にある恐怖がシステムの脳髄に残存しているかのようだ。最近の患者の証言が気がかりで仕方ない。どの患者もフードをかぶった人物がゆっくり向かってきたと言っている。まさか彼なのか。彼の意識がゴーストとしてシステムに残存しているというのか。私はかつてこんなにも好奇心を満たされたことがあっただろうか。
知りたい。患者が見ている世界をこの目で見てみたい。でも今は危険すぎる。低下によりエレベーターが停止しました。再起動を行います。数分お待ちください。再起動の必要な電力上昇率 20%。オッケー、援護の時間ね。警部、私はここです。セバスチャン、ジョセフ、メビウス、少年のためにお前を送り込んだか。彼らを信じてるのか。目を覚ますがいい。お前もそこにいるステゴマと同じだ。私もそうだった。あれほど貢献したのに。真実を知ったとき忠誠心が試される。大丈夫ですか？君を不安がらせる情報など
闇に葬った方がいいと思わんかね。